裁判員制度。裁判員制度とは、特定の刑事裁判において、有権者、市民から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官と共に審理に参加する日本の司法、裁判制度を言う。日本と同じローマ法体系に属するヨーロッパの国々では、古くから同様の陪審制が存在し、参加する者は陪審員という。制度設計にあたっては、 1999年7月27日から2001年7月26日までの間、内閣に設置された司法制度改革審議会によってその骨子、ついで意見書がまとめられた。この意見書に基づき、小泉純一郎内閣の司法制度改革推進本部が法案、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律、通称 裁判員運法を国会に提出し、2004年、平成16年5月21日成立。裁判員制度は同法により規定され、一部の規定を除いて、その5年後の2009年、平成21年5月21日に施行され、同年8月3日に、東京地方裁判所で最初の公判が割れた。裁判員の英訳については、 法務省や最高裁判所などは公式には裁判員を用いるが、説明的にシティズン・ジャッジシステム・市民裁判制度や霊ジャッジシステム・民間裁判制度という訳語が用いられることもある。裁判員制度は日本に約1億人いる衆議院議員選挙の有権者、市民から無作為に選ばれた裁判員が裁判官と共に裁判を行う制度で、 国民の司法参加により、市民が持つ日常感覚や常識といったも裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進と、その信頼の向上を図ることが目的とされている。裁判員制度が適用される事件は、地方裁判所で行われる、刑事裁判、第一審の打ち殺人罪、障害致死罪、強盗致死傷罪、厳重建造物等放火罪、 身代金目的誘拐罪など、一定の重大な犯罪についての裁判である。被告人には裁判員制度を拒否する権利はない。なぜなら、拒否を認める条項がないので、例外として、裁判員やその親族に危害が加えられる恐れがあり、裁判員の関与が困難な事件は、裁判官のみで審理、裁判する。裁判は、原則として裁判員独命。 裁判官3名の合議体で行われ、被告人が事実関係を争わない事件については、裁判員4名、裁判官1名で審理することが可能な制度となっている。裁判員は、審理に参加して、裁判官と共に、証拠調べを行い、有罪か無罪かの判断と、有罪の場合の量刑の判断を行うが、法律の解釈についての判断や、訴訟手続きについての判断など、 法律に関する専門知識が必要な事項については裁判官が担当する法6条。裁判員は承認や被告人に質問することができる。有罪判決をするために必要な要件が満たされていると判断するには合議体の過半数の賛成が必要で裁判員と裁判官のそれぞれ一名は賛成しなければならない。以上の条件が満たされない場合は、 表決が成立しない。有罪、犯罪事実が存在するとの表決が成立しない。場合、犯罪の証明がない。刑事訴訟法336条として、無罪の判決をすることになるとされる。放送時報60巻3号93ページ。なお、連続殺人事件のように多数の事件があって、審理に時間を要する長期裁判が考えられる。場合においては、 複数の合議体を設けて、特定の事件について犯罪が成立するかどうか、審理する合議体、数の場合も、ありと、これらの合議体における結果及び、自らが担当した事件に対する犯罪の成否の、結果に基づいて、有罪と認められる場合には、量刑を決定する、合議体を設けて審理する方式も知るべ入れる、予定である、部分判決制度。裁判員制度導入によって、 国民の量刑感覚が反映されるなどの効果が期待されると言われている一方といった問題点が指摘されている。裁判員の負担を軽減するため、事実認定と量刑判断を分離すべきという意見もある。例えば、外観誘致罪、殺人罪、強盗致死傷罪、障害致死罪、厳重建造物等放火罪、強制性交等致傷罪、危険運転致死罪、 保護責任者遺棄致死などが地方裁判所の受理する事件である一覧参照。なお、裁判員制度は刑事裁判第一審、地裁が管轄に対応するので、公裁が第一審の管轄である内乱罪は対象外となる。事件が控訴されても、控訴審、裁判員は関与しない。ただし、裁判員や親族に対して危害が加えられる恐れがあり、 裁判員の関与が困難な事件、裁判員、法三条については、対象事件から除外される。例えば、被告と家族や関係者による報復が予期される、暴力団関連事件などが、除外事件として想定されている。また、審判期間が著しく長期または、後半期日が著しく多数で、裁判員の選任等が困難な事件についても、対象事件から除外される。 法3条の2対象事件はいずれも必要的弁護事件である。最高裁判所によれば、2005年に、日本全国の地方裁判所で受理した事件の概数11万1724件の、うち、裁判員制度が施行されていれば、対象となり得た事件のは3629件で、割合は3.2%とされている。 なお、2018年10月3日、現在、裁判員制度下での確定死刑囚は、死刑執行施設を持つ、拘置所、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の中では、札幌を除いたすべての拘置所に収容されている。札幌には、札幌交裁及び最高裁継続の死刑事件の被告人すら収容されていない。 控訴事項が停止している過去の対象事件が起訴された場合は裁判員裁判の対象となる。例として以下の事件の例がある。ただし、これらのような公安事件は前述の裁判員、法三上の裁判員や親族に対して危害が加えられる恐れがあるとして対象から除外され、起訴されても裁判員裁判にならない場合もある。 世間から注目された事件の中には2009年5月21日の裁判員裁判施行の直前に起訴された事件もあるが一部の事件は駆け込み起訴と批判をされた。原則裁判官3名、裁判員6名の計9名で構成する法2条2項。ただし、控訴事実について争いがないと認められるような事件、自白事件については 裁判官1名、裁判員4名の5名の合議体で裁判することも可能である法2条3項。連続殺人事件や無差別大量殺人事件などのように多数の事件を一人の被告人が起こした場合においては審理が長期化する恐れがあり裁判員が長期間審理に携わることは困難である。そこで裁判所は併合事件。 複数の事件を一括して審理している事件について、事件を区分して、区分した事件ごとに抗議体を設けて、順次、審理することができる。ただし、犯罪の証明に支障を生じる恐れがあるとき、被告人の防御に不利益な場合などは、区分審理決定を行うことはできない。法71条。この場合、あらかじめ2回目以降に行われる区分審理審判、または、 平行事件審判に加わる予定の裁判員、または補充裁判員である仙任予定裁判員を選任することができる。区分審理決定がされると、その区分された事件についての犯罪の成否が判断され、部分判決がなされる。部分判決では犯罪の成否のみ判断が下され、量刑については判断を行わない。ただし、有罪とする場合において、 上場事実については部分判決で示すことができる。この手続きを区分審理審判という。すべての区分審理審判が終了後、区分審理に付されなかった事件の犯罪の成否と、併合事件全体の裁判を行う。すなわち、ここの合議体では残された事件の犯罪の成否と、すでになされた部分判決に基づいて、量刑を決定することとなる。なお、 この審判を、併合事件審判という。裁判員は、それぞれ一つの区分審理審判、または、併合事件審判にしか加わらないので、裁判員を長期に拘束する必要がなくなり、負担軽減につながるとされている。もっとも、裁判官は原則として、事件全体に関与するので、裁判員と裁判官の間の情報格差が審理に影響を及ぼすのではないかと懸念する声もある。 裁判員裁判を行う裁判所は、地方裁判所であり、原則として四十七都道府県庁所在地の、各地裁と函館地裁、旭川地裁、釧路地裁の、計五十地裁の本庁で裁判員裁判を行う。ただし、五十地裁の本庁のほか、次に掲げる十の地裁支部に限っては、裁判員裁判を行う、裁判員の参加する、刑事裁判に関する規則二条等、 いろいろな問題が起きていても、それが治らない、制度設計になっている。従来の裁判では、ほぼ同種の犯罪に対しては、ほぼ同等の刑罰が言い渡される、量刑相場が慣行となっている。裁判員制度ではこの慣行の崩壊が予想される、ため、最高裁判所が、量刑データベースを裁判員に開放して、裁判員が過去の同種事例を参照しやすくすることを決めているが、 弁護士のいがらし葉は、青森県の裁判員、第3号事件、戸和田しに女性強盗協事件において、量刑相場の倍以上の重い判決が言い渡されたことに言及し、量刑が犯罪被害者の心情や裁判員の個人的感情に左右されていく可能性を示唆している。後半前、整理手続きは非公開のため、裁判員は、 どのような論点が外されたのか知らされずに、有罪無罪、量刑の判断をすることになる。元検事の郷原信夫、検討院横浜大学法科大学院教授は、司法への国民参加は、あくまでより良い社会を実現するための手段に過ぎない。だが、裁判員制度は導入することが、自己目的化してしまっている。一旦実施を凍結した上で、 国民全体であるべき司法の姿を議論した方が良いと述べ、問題点として以下の指摘を行い、本制度への疑問を提している。裁判員と同じ裁判体を構成する、裁判官は弾劾裁判、文言裁判で免職になるなどするケースはあるが、刑事罰の罰則規定がない。しかも、退職後は、主否義務を担保する規定が存在しない、参照、県外14条。 法の下の平等。裁判官の個人の主義、主張が反映されにくく、一般人の常識的判断が裁判結果に反映されることが期待されている。また、警察、検察、そして司法が結託して内輪でなあなーに処理が行われる行を防ぎ、誰が見ても明らかになるような裁判と証拠提出などが求められるようになる。日本においては、 検察による基礎とその有罪判決の割合が非常に高く、検察側と裁判所側の癒着が疑われ非難されてきた。もともと欧米では歴史的にも古く広く陪審制による裁判が行われてきた。裁判では一般人である陪審員が判断できるよう、犯罪の証拠などについての立証がより詳細に求められ、法科学が発達した。裁判員は、 衆議院議員の公職選挙人名簿より抽選で選ばれ思想、心情、能力に関わらず選任される。選任に際して虚偽申告した場合、刑事罰として罰金に処せられ、選任された場合に正当な理由なく出頭しなければ行政罰として過料に処せられる。類似制度として検察審査会がある。裁判員制度への国民意識について2005年2月に 裁判員制度における刑事裁判への参加意識、内閣府によれば制度導入後の裁判についてなどの回答が得られている。また、2006年12月に実施された裁判員制度に関する特別世論調査によればなどの結果が出ている。日本政府は裁判員制度導入に向けて前向きな姿勢を保ち続けているが、放送会での賛否は両論ともにあり、 否定的見解としては国民にまだ裁判員制度の導入や詳しい内容が十分に浸透しないのにもかかわらず時期尚早ではないのかといった意見や裁判員制度を導入したところで国民の負担が増えるだけで政府が考えるほどの効果は得られない廃止、凍結すべきだといった反対意見が出ている裁判員制度に反対する集会では以前から 一部評論家などの間で裁判では市民が持つ日常感覚や社会常識からかけ離れた判決が出ることがあるという意見はあったがそれは裁判員制度で国民も裁判に参加したいという要請ではなく社会研修などを行って裁判官をはじめとする放送にもっと市民が持つ日常感覚や社会常識を理解してほしいという要請でありそもそもの 裁判員制度導入による司法改革の方向性がずれているのではないかと指摘する意見が出されたことがある。裁判員制度は職業裁判官と一般人の裁判員の共同による制度と言えるが、問題点は主に旧来の日本における職業裁判官のみが裁判に関与する制度と比較される。なお、他の裁判制度としてアメリカ合衆国で行われている。 事実認定に職業裁判官が関与しない、陪審制があるが、陪審制との比較をもとに裁判員制度を評価する、見解は少ない。裁判員の適用は重大な刑事事件に限られている。裁判員制度が、米国の陪審員制度とは異なり、民事事件に適用されないとされたのは、米国資本の日本進出にあたって、アメリカの国益を守るために、 米国企業が対象となる可能性の少ない殺人なの刑事事件に絞ったという指摘がある。アメリカ企業が外国企業と争う裁判でアメリカの売信員がアメリカ企業に有利な判決を下すケースが多く、日本企業の多くが特許裁判などのアメリカ合国の裁判で米国民の売信員に不利な判決を下され巨額の賠償金を取られてきたことから、 裁判員制度において、日本において、アメリカ企業が逆の目に遭うことを心配しているということである。世論調査で国民の抵抗感が最も大きいものの一つは、自分の判断で被告人を裁くのは嫌だという理由である。そのような観点からは、国民参加は刑事裁判より民事裁判での方が抵抗感が薄いと考えられるところ、 最も心理的負担の重い重大な刑事事件に限ることで困難が増しているとも言える。裁判員制度の適用範囲については法律自体において重大な刑事事件に限定していることからどのような種類の事件なら国民が参加の抵抗感が少ないかという点についての議論がほとんどなされていない。国を訴える裁判も裁判員適用にはなっていない。特に労働裁判においては 職業裁判官は、雇用主よりの判決を出しやすい傾向にあるとして、米国などでは労働裁判についても賠審制が採用されている。日本においても、従前から労働裁判については、選択賠審制の導入が、労働弁護士らにより提案されてきたものの、経済界、雇用主側の反発が強く実現には至っていない。労働裁判は最も民間感覚が活かせる場と、 考えられるのにもかかわらず、今回の裁判員制度の導入に際しても、労働裁判への裁判員制度の導入は見送られている。裁判員制度導入に至って、それを国民へ周知させるための広報活動を行っている。裁判員制度を国民へ周知させるための広報活動の一環としているキャラの導入によるアピールを行っているがこれについては、 以下のような問題点も発生している。裁判員制度の公式キャラクターが存在せず地方の個性を尊重した広報活動を推奨したため、各裁判所が個々に裁判員制度を広報するためのキャラクターを作成、乱立する事態となった。また、後に日弁連も独自のキャラクター、再々を導入したため、広報する側の連携が取れていないとの批判を浴びた。 神戸地方裁判所が裁判員制度の PR イベントを2009年10月31日に開催することになった。このイベントで説明対象となっていた裁判員裁判を担当していた裁判官2人が出席する予定となってたが裁判官が判決以外の件で個別事件について説明するのは不適当などの理由で直前の同月30日に別の裁判官に差し替えられた。 同地裁が裁判員制度の目的であるはずの裁判への名誉を無視しかねない対応を取ったことで批判が出ている。裁判員候補者への通知が2008年11月28日から始まった。しかし候補者が通知書などが入った郵送物をインターネットの SNS やブログで公開する事例が相次ぎ、中には氏名や顔写真が特定できる事例もあり、 裁判員制度の先行きに不安が生じている。2008年11月29日放送の日本テレビのニュース NNN ニュースリアルタイムでは候補者の女性が顔を伏せた上で取材に応じていた。同年12月17日に和歌山地裁は裁判員制度の有識者枠に特別指名されたなどとする偽文書が和歌山県高野町の住民二人に郵送されていた。 ことを発表した。2010年の裁判員候補者の抽選で一部の県内の10市町村の選挙管理委員会が本来ならば2009年9月か6月に更新済みの最新の選挙人名簿から抽選すべきところを2008年9月から2009年3月の古い選挙人名簿から抽選するミスを犯していたことが判明している。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。